2021ニューイヤーウォーズ1月3日後楽園ホール大会におきまして、単冠ヘビー級選手権試合、挑戦者青柳優馬対王者諏訪間、こちらの一戦が決定いたしました。こちらの会見を始めさせていただきます。まずは挑戦者青柳優馬選手より意気込みのコメントをお願いいたします。はい、最強タッグの優勝の勢いでそのまま三冠挑戦表明して五冠王者宣言をしたところですけども、今こうやって初めて諏訪間さんの横に、ね、並んだ時に今すごいちょっとやっぱ震えてますね。この自分自身こうやって諏訪間さんと対峙するっていう、なんですかね、そのシーンっていうのがあまり想像できなかったんですよ。1対1でシングルマッチも過去に1回しかやったことないので本当に想像できないし、お客さんもやっぱ想像できてないと思うんですよ。で、青柳優馬が勝つビジョンもお客さんの中では多分一切見えてない、そういう状況の三冠戦ですね。はい、そんでもってやっぱ諏訪間さんっていう存在は僕が小学生ぐらいの時からですかね、全日本プロレスとかまあいろいろなプロレスを見た時からやっぱプロレスのそのエースという存在であり、で常にやっぱ三冠王者だったっていうイメージがあって、で僕がやっぱそうやって最近プロレス界に入るようになってからはやっぱ全日本プロレスの象徴的存在になってる人なので、やっぱこの三冠戦ってのはやっぱ今まで以上にめちゃくちゃ緊張してます。ただでもやっぱり僕はもう来年からやっぱ突き抜けたいんですよ、青柳優馬自身やっぱ突き抜けたいので、やっぱあえて震えてますけどここで言いたいと思います。青柳優馬は諏訪間から世界タッグも三冠も取って全てを奪います。以上。はい、ありがとうございました。それでは続きまして三冠ヘビー級チャンピオン諏訪間選手、意気込みのコメントお願いします。はい、ね、このまあ正月、ね、早々に三冠戦をやるということね、前日には、ね、世界タッグをやる、ね、事務所にこう初めてなんですよね、この兄さんの後楽園でタイトルマッチをやるっていうのは、うん、多分相当過酷な2日間になるんだろうなって思ってるんですけど、うん、まあね、相手は、ね、青柳っていう、ね、本当に練習生の頃から、ね、みんなでこう、ね、ずっと宮原の横にいてっていうのが今度、ね、前に出てきて、宮原に前に出てきて、ね、今度もすげえチャンスを今、ね、目前にこう、ね、控えてるっていう状況で、そして俺はこの間、ね、さっきはあの世界タッグの会見でも言ったけど、ね、締め落とされ、ね、回し蹴りで伸び伸ばされっていう、ね、悔しい思いも味わわされたっていうことなんだけど、だから俺自身もね、この世代で宮原より下だからね、とね、三冠戦こうやって、ね、やるんですからね、ただ俺自身はもう手は絶対抜かない、三冠の重みっていうのは、もう絶対叩き込みたいなと思いますよね。まあまあ、ね、俺自身ね、一人だと全盛期だよ、それを証明したいと思いますね。